経営文館は山梨県南駒郡早川町の西山温泉にある旅館である。ギネス世界記録によって世界最古の宿泊施設として認定されている。日本の企業としては今後を組み池の坊花道会に続く3番目に古い企業であり、元号制施皇後に創業された企業としては日本最古の企業である。経営文2年に当地で狩猟を行った藤原正人が 狩猟を行った際に、川の岩の間より、盛んに噴き出している温泉を発見。険しい山道を切り開き、湯壺を造営して、開け湯したのが、始まりとされている。慶雲年間に作られたことから、慶雲館と命名され、以降、武田信玄や徳川家康の隠し湯としても、利用された。慶雲館が所有している。 自然噴出源泉の湧出量は毎分400リットルであり、自然噴出の油量として世界一が狙えるとされている。2005年には掘削により毎分1630リットルの新しい源泉が湧き出した。これによりもともとある自然噴出の源泉と合わせ毎分2030リットルの湧出量となり、豊富な油量を使いかけ流し風呂を提供している。一方、 この掘削により、同じ西山温泉にある、宝来館の湧出量と洗温が低下したとされ、宝来館は、軽雲館に対して、掘削源泉の使用停止を求めて、訴訟を起こした。これに対して、甲府地方裁判所は、平成24年3月12日の判決で、科学的根拠がないとして、原告の請求を棄却した。しかし、消費低迷や、 価格競争の激化により売り上げが低迷したことに、加え、過去にいった、設備投資の負担が、重荷となり、2017年6月に、旅館の運営を会社分割にて、新設の新会社、西山温泉景運館へ譲渡し、旧会社の西山温泉景運館は、湯島へ称号を変更した後、東京地方裁判所より2019年1月8日付で、 特別生産の開始決定を受けた。経営文館と同時期に作られた旅館として、兵庫県木の崎温泉にある千年の湯古満創業と石川県淡津温泉にある講師創業があり、ギネス世界記録には2010年まで講師を世界最古の宿泊施設に認定していた。経営文館はそれまでギネスに申請しなかったため除外されていたが、2011年に 世界最古の宿泊施設として申請し、認定を受けた。なお、家業歴200年以上の企業が加盟を許される、フランスのエノキアン協会には参加しておらず、日本秘湯を守る会にも1996年まで属していたが、その後は加盟していない。西山温泉にアクセスを参照。経営運館について、軽運館、2021年2月5日閲覧。 エビーサトウ、ミスズ、1300年以上、山梨の旅館、世界一古いギネス認定。朝日新聞、http コロンスラッシュスラッシュ www. 朝日 .com スラッシュスペシャルスラッシュプレイバックスラッシュ tky201105250462 ド html2011 年5月26日閲覧。2 0 0年4月25日。 産経新聞 FNN ニュース2012年3月13日放送東京商工リサーチ湯島西山温泉経運館株式会社東京商工リサーチ2019年1月18日閲覧ありがとうございます